動く。早く。一足早くナメック星に到着していたゴハンとクリリンはドラゴンボールの生みの親最長老と出会い、潜在能力を引き出してもらうのであったのです。ナメック星人も襲い、ドラゴンボールを奪っていくフリーザ一味。その親衛隊であるギニュー特戦隊の前に、フリーザからドラゴンボールを奪ってきたベジータと共に、なすすべもなくやられてしまっていた。ナメック星に到着しました。ゴハン、クリリン、マジーズ死にかけてる。すぐ行くぞ。待ってろ。今こそ修行の成果見せてやる。悟空到着。おめえたちよく頑張ったな。あとは任せてくれ。こいつらおらしといて片付ける。ちっ、妙な野郎だぜ。俺たちは一人で片付けるだろ。おめえらおらに勝てねえ。戦わなくてもわかる。何を言うかと思ったら、これ以上大ボケ野郎の冗談には付き合ってるのに。一瞬で決めてる。アタック。おっと、あれだ。うわっ、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 ベジータや俺たちがどんなに攻撃してもびくともしなかったやつ。ちくしょう。サイヤ人の戦闘レベルを明らかに超えている。地球で戦ったあいつとは別人だ。伝説は本当だったのか。千人に一人現れるというスーパーサイヤ人なのか。よくも俺様の可愛い部下たちをやってくれたな。ギニュー特戦隊隊長、ギニュー様自らが思い知らせてくれるわ。ベジータ、おめえはもう一人のやつやってくれ。死にかけて前傾してから力がぐんと増えたはずだ。これで勝てねえ相手じゃなくなった。ちっ、知ってやがったな。よし、行くぞ。ドラゴンボールは俺がいただいた。アバよ、カカロット。ジータ、好きやり。
なんという強さだ。まさか貴様はスーパーサイヤ人なのか。悪いがおめえはオラに勝つことはできねえ。無駄な叩きはしたくねえんだ。このうちから消えてくれ。スーパーサイヤ人は血と戦闘を好む全宇宙最強の戦士のはず。そうか、貴様はスーパーサイヤ人にはなりきれていないのだな。だが少なくともこの俺様よりはるかに強い。気に入ったぞその体。ああああ何を。チェンジ。交換させてもらったぜ貴様の体と。